はい、やってまいりました。今日もボンドボディに来ております。ツッチーパフォーマンスです。今日は、前回の488シラクーサの続きをお伝えしたいと思います。はい、なんか結構作業が進んでるみたいなんでちょっと見てみましょう。はい、今こちらではボンドボディ川久保くんが580万円のバンパーを磨いております。前回僕すげーポンコツ発言しちゃって軽自動車が買えるとか言っちゃったんですけど、軽自動車じゃなくて普通に高級車が買える580万円でした。585万円かな。はい、ちょっとあの桁が違いました。そして知らなかったようです。伝えない方がよかったかな。585万円だから気をつけてください。はい、じゃあここだけもう100万円。ああ、もう100万円ぐらいいっちゃうかも。はい、ボンネット入れてる。あ、ボンネット入れてるかっていう感じで今磨いてます。まあ一応全部磨いて、クリアに乗って磨いてっていう感じかな。あ、今下処理か。そうです。なるほど。これ薄穴が多いんでカーボンは一回クリア入れてる。ああ、なるほど。でそのやつからここボディショックになるんで。ああ、そうなんだ。じゃあ塗るとこをこう足付けというかサンディングして、で、ね、はい、でラインもなんか入るんでね。そうですね。なるほど、楽しみな感じでございます。はい、で前回リアバンパーちょっとお伝えしなかったんでちょっとリアバンパー見てみたいと思います。あ、サイドスカートも外れてます。488純正でカーボンだからこれも結構純正でもいいやつだよね。値段も結構しそうです。わあ、なんかすごいのが始まってるよこれ。どういうこと、オールペン。なんか途中ですごいの発見した。え、じゃあもうつながるとこ全部やり直してんだ。え、これもなんか作んの。なんかすごいダクテールのありました。すごい、もう自己修理以外でこんなにバラバラになってる488っていうのは他にないんじゃないでしょうか。すごい、サイドステップフェンダー全部取り外されております。うわー、すごいなこれ。まあ要は今外れてる部分が全部交換ってことですね。ボンネット、バンパー、フロントフェンダー、サイドスカート、リア版、リア版どこにあるんですかこれ。シラクーサのリア版はどこにあるんですか。リアはやんないんですか。ない、あのね、はい、こういうやつだけ。あ、アドオンパーツがつくだけなんですか。アドオン、そう、アドオンパーツつく、こういうアドオンパーツアドオンのパーツがつくだけ。このウィングはどうなったんですかここは。あ、それはなんかつけないんでしたっけ。つける、つける、つける。あ、それもつけるんですか。あ、そうそうそう、なんか違うのつけるって言ってた気がする。確かそれあれじゃなくないですか、マンソリーですかそれ。あ、マンソリーか。あれなんだっけな、なんかだけは気に食わないから別のですけど。あ、これサイド、これサイドですか。すげえ、カーボン面、これサイドスカートみたいなんですけどカーボン面めっちゃ綺麗ですね。これもうクリア塗って研いでっていう工程に入ってるんですか。巣穴を埋めつつこう、そしてウイングがこちらみたいです。これもマンソリーって入ってございます。あ、これかリアのスポイラーライザー、違うのかな、ごめんなさいちょっとわからないです。はい、ロベルタも入ってるんだね。で結構マンソリーの、外装パーツって特にすごく高いんですけど、なんでそんな高いかっていうと結局そのドレスアップ、まあ用途としてはドレスアップに比較的近い、まあ比較的近いというか、まあ、ドレスアップっていうことで使われてるんですけど、まあ製法だったりクオリティがもう本当にあの前回お伝えしたフォーミュラとかそういうレーシングパーツぐらいのクオリティで作られてるっていう。はい、で結局そのもう本当に大きなオートクレーブで大きなパーツまで全部ワンピースで作ったりだとかしてるんで、まあ価格が非常に高くなるってことですね。まああとはそのパーツの供給する車の台数が圧倒的に少ないんで、まあそういう風になってくるっていう。昔あの NSX のタイプ R でタイプ RGT っていうのがあったんですけど、知ってる？はい。タイプ RGT だっけ？NSX GT？ タイプ RGT か。5000万円する NSX、知らないでしょ？知らない、あったんです。その当時 NSX-R が NSX のタイプ R が1500万だったんですけど。外装をそのなんだっけな、スーパー GT かなんかに出場するための要はホモロゲで外装だけスペシャルになった、カーボンで作ったスペシャルなエアロがついた5000万円する GT があったんですよ。で結局それでエアロパーツに3500万円かかったんですよ。だから結局それ5台しか使
作られなかったんですけど、もうその製造するため の, その設備とか、まあ、5台をで割ったりすると結局その価格になるっていう。だ本物のエアロパーツを作るとどうしても価格がすごく高くなってる、はい、でマンソリーはどっちかっていうとそっちに近い、まあ、作り方とクオリティっていうエアロパーツ。多分ねカーセンとかで絶対出てこない、絶対出てこない、多分市場に出てこないから価格は多分あの市場価格ないんですけど、 NSX タイプ R でもうとんでもない値段になってる。そして朝食も今多分、まあ、これで決定じゃないと思うけど合わせてる途中だと思います。なんか始まるんじゃないの、始まんないのこれ。なんかめっちゃ大きいテックアートの僕らも知らない箱が、いやこれやらせじゃなくて本当に知らない、なんかちょっと始まるかもしれません。はい、まあ、いろいろの楽しみな車が入ってるボンドボディからお伝えしました。はい、で488続きもまだお伝えすると思いますんで、ぜひボンドチャンネルのチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。